アサンサーキットは、徳島県三好郡東三好町にあるサーキット。2009年現在、四国で唯一の日本自動車連盟公認サーキットである。二輪四輪ともにサーキットライセンスなどは基本的になく、周囲に民家もないので騒音規制もない。ドレスアップコンテストなどのイベントなどにも使用される。山頂にあるため陶器は、積雪で閉鎖されることもある。 山頂にあるため天気が変わりやすく、風が強いこともある。アサンサーキット付近の空中写真。2009年5月9日撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。全長約1キロメートル2輪、4輪ともにレース可能でカーブの多いテクニカルコースが特徴。コースは半時計回り。 アップダウンが強く、コーナーもタイトであるためブレーキに過酷なコースである。ピット、コントロールタワー、ライセンス教習所などが設置されている。自動販売機のほか、軽食の販売が行われる売店がある。給油所はないが、ドラム缶に入った、廃屋ガソリンを必要分購入することは可能である。ビデオマガジン、ベストモータリングの企画で、同サーキットにおいて、 イベントの収録があった。その際にもサーキットの所在場所について出演者の驚きの声が収録されている。ありがとうございます。